小さい体に大きな望み、お椀の船に橋の貝、京へはるばる登りゆく。今日は三条の大臣殿に抱えられたる一寸法師、星星とお気に入り、姫のお供で清水へ。さてもお帰りの清水坂に、鬼が一匹現れ入れて、食ってかかればその口へ。星たちまち踊り込む。針の立ちをばさか手に持って、ちくりちくりと腹じゅつけば、鬼は星を吐き出して一生懸命逃げてゆく。打てば不思議や一寸法師、一打ちごとに成功。